風鳥鳥チョ,ウチョウウ魚は、鈴木目蝶蝶魚科に分類される魚類の一種。種商名は、放浪を意味し、本種の行動に由来している。和名は、風雷棒のことで、種商名にちなんで名付けられた。沖縄では、カーサーと呼ばれるが、本種だけでなく、蝶蝶魚科全般を指す。幼魚体長、約20センチメートル。 蝶々をかの中では大型。和名の由来でもある生魚の背びれの後方が糸状に長く伸びる。模様は白地に直行する黒線、目を通る太い黒帯、背びれから尾にかけて黄色い。背びれ後方には尻びれに向かって黒帯がある。生魚は尾には真ん中を通る太い横黒帯がある。偽フ風雷蝶々を姫風雷蝶々を、 インディアンバガボンドバタフライフィッシュ似ている種で、ニセフライチョウチョウウヒメフライチョウチョウをトゲチョウチョウインディアンバガボンドバタフライフィッシュがいる。見分け方は、本種は、背びれから尾にかけての黄色い部分の面積が小さいこと、背びれ後方が糸状に伸びないこと、背びれ後方はが黒点ではなく黒帯状となっていること、制御は、尾の真ん中を通る横帯、一本黒帯がある。 以上の特徴があれば本種である。ニセフーライチョウは、まず、体がより大型で、体型もマリー。体側の黒色線が横に並んでいるので、一目でとかる。また、こちらの方がカラフルである。ヒメフーライチョウはどちらかというと、ニセフーライチョウの方に似ている。体型も、模様の入り方もニセフーライチョウにそっくりである。ただ、 違いは目を通る黒帯が途中で途切れている。体側の模様が非常に似ているのがトゲウである。実際、本種と一緒にいることが多いので、見分けがつかない場合もあるが、よく見ると黄色いところの面積が広い場合はトゲウ狭い場合が本種である。インディアンバガボンドバタフライフィッシュは、ワミオインド風雷蝶蝶王のことで、風雷蝶で黄色いところが、この種では黒い。 尻びれと尾の付け根が黄色である。見分け方としては、風来鳥の黒いカラーパターンと覚えると良い。インドゲンさんである。雑食で、藻類、サンゴのポリプ、甲殻類などを食べる。意外と多種といることが多い。幼魚は、滅塚遊魚として有名。本州で見られるのは、ほとんどが幼魚である。1月になるにつれ、見られなくなり、 夏になるとまた黒潮に乗って、本州沿岸で見られる。本州では大きくても5センチメートル以内の個体で、成長するにつれ、深いところに移動する。磯だまりや堤防などに、土下町と一緒にいることが多い。自家採集の定番種でもある。危険を感じても、サンゴや岩の下などに逃げ込むより、泳ぎ去ることが多い。サンゴ礁を中心に、 その周辺の天石帯や砂底、瓦れ状、岩礁域、漁港などで見られる。生息域がかなり広いので、沖縄では普通種であり、どこでもいる。場所に餌付けされているところでは、よくトゲ町に混じって、群れに入っているが気が強く大抵は単独カペアでいる。航海、西部太平洋本種は、古くから干渉魚として有名である。安価で、 蝶々を蚊の中では丈夫なため、アケボノ蝶、トゲ蝶、ミゾレ蝶と並び、初心者でも手軽な種として進められる。しかし、気が強く複数で飼育する場合本種は、ボス的な存在になりかねない。組み合わせは、同じタイプの丈夫な種に限る。毎年、夏になると、本州の太平洋側の沿岸や関東近郊の、伊豆や房総にやってくる本種を、 自家最終化やダイバーを楽しませる。比較的シンプルな色彩だが、蝶々魚の仲間のためか人気はある。最終では、波蝶々魚に次いで多く取れる。たまに、釣りで、極小針に網エビをつけて垂らすと釣れるが、沖縄の人はほとんど食べないので、釣れても捨てられるかリリースされている。ありがとうございます。